小豆もなかをね、紹介していきます。おはようの小豆もなか、柔らか粒あん6個入りで、値段がね安いです。300円以下だった気がするの。288円なんで1個いくらかな、まあ50円くらいですか。これね、実は2袋目なんですよ。最初買ってきたらね、入れといたんですよ、冷凍庫に。そしたら、まあ、僕はあんまり甘いもの、体重の関係とかもあって食べないようにしてたりすることもあるんですけど、まあ、とにかく入れっぱなしにしてて忘れたんですよ。そしたらね、知らない間になくなってました。なんかね、両親がなんか気に入ってるみたいで、また買ってきてみたいに言われてね、まあ、それもあって、まあ、2袋目なんですけど、こんな感じですね。ラクトアイスです。粒あんもなか、甘味料にアセスルファム K が入ってますね。でこれね、売り切れっていうことが多いし、これも最後の一つだったのかな。たまたまその入荷してる時にお店入ればありますけど、二袋目を買いに行った時にね、ない、売り切れてるっていうことが何回もありました。だ多分アイスの中でも人気があるし、そのこのモナカの中でもバニラ、抹茶、小豆があるんですけど、その中でも人気がある。ちょっと甘さが強いので食べきれないんですよ。食べきれないんで今日はこの1個だけにしようかな。こんな感じかな。まあ、あんはね、あんの入りはこんなもんですよ。そんな、がっつりびっしり入ってる。っていうわけじゃない。あ、でも一応端の方までは入ってるのか。いただきます。うん、小豆の味しますね。